ポポポポポンンンンンまあ、そのにしてもね、まあ、昨日は自民党総裁選で、まあ、河野太郎さん、河野規制改革大臣ですね、もうこの方が、えーまあ、立候補を正式に表明したと、まあ、いうことで、まあ、これはあの自民党総裁選で、まあ、誰が勝つのかと。 えー、いう中でですね、まあ一番有力候補であると、党員票も、えー、河野さんが、えー、今のところですね、まあ市場さんと河野さんというのが、えー、一番二番人気なんですけども、まあ石番さんもちょっと今考え中ということで、まあギリギリまでね、 えどうするのかと。まあ、告示が来週の17日なんですかね。だからまだ1週間あるんですけども、まあ、河野さんがまあ正式に立候補を表明したということで、まあ、流れはですね、まあ、まあ、はっきりと、えー、決まるかなと。まあ、自民党のまあ党員というかね、派閥は別ですけども、自民党の議員だったりですね、まあ、党員としても、 ま、河野さんに一番、あの、なってほしいという声が一番多いみたいですからね。だから、ま、河野太郎さんが、えー、 きのうというかね、正式に表明したことによって、新しい総理大臣、新しい自民党総裁選になる可能性っていうのは、まあ、かなり高くなったんじゃないのかなと、今出てはるね、あのー、メンツっていうのを見てるとね、あと岸田さんと、えー、高市早苗さんですかね、表明しあったのが、でまあ、あと石破さんが、石破さんと野田聖子さんが、まあ、どう しはるのかかっていいうとこぐららですからまあだからこれでね、本当その10、来週あの告示なんですけども、そこから29日までと。でももう今やですね、まあ、今っていうか、先週ぐらいから菅さんが辞めると言った時点、9月3日ですね、9月3日。 まあ一週間前ですよね。まあそっからですね、まあすでに自民党総裁選どうなるかっていう動きがまあ続いてると、まあそれが29日、まあ約1ヶ月、一ヶ月ぐらいですね。まあそれがずっとマスコミでもですね、誰がなる、派閥がどうなる、どう動きなるっていう中で、 まあこれは本当野党にとっては大きなダメージっていうことはもうこれ誰が見てもわかると。でまあ野党自身もですね、まあ自民党総裁選に、まあ、いかに埋没しないかっていうことを、まあ、一生懸命あのやってるっていうのはわかるんですよね。ただでもどうなのかっていうね、だから僕は野党としては本当にこう自民党総裁選を ま、強く意識してですね、まあ、そこにどういうふうなカウンターをかけていく、えー、あるいはですね、野党独自の、まあ、情報発信というのをですね、強めていくかっていうところを、まあ、野党は真剣に考えないと、まあ、本当にこう、衆院選で、えー、衆院選はね、まあ、11月、10月、11月とも言われているわけですけども、まあ、もう近いことは間違いないわけで、えー、来月か再来月かっていう話ですから、 だからその子をもういかにこうね野党の票を減らさずにえ議席を増やそうかといえばですねやっぱり今のこの自民党総裁選、マスコミも一緒になってねまあ盛り上げているというか、ですねえその動向というのを毎日あのように伝えているわけですから、そこにどうやって。こう カウンター、まあ、冷や水ぶっかけるかみたいなね、まあ、そういう話だと思うんですよね、野党がやらなあかんことっていうのはね、だからまあ自民党総裁選をなんとかあの、まあ、終わるまで待つとかじゃなくて、やっぱここに本当、いろいろやっていかなあかんと思うんですよね。まあ、その えーまあ、野党はですね、まあ、いろいろ、まあ、の自民党総裁選で河野さんが出馬したことについてもですね、えーまあ、コロナを軽視しているというふうに批判していると、まあ、ワクチン大臣でも、ね、あるわけでしょと、えーまあ、そういう中でそのほっといてその自民党総裁選に出るのはどうかということを、まあ、野党は批判しているということでね。 えー、野党側、ワクチン接種を担当する立場を自ら放棄するもので、えー、政府・与党がコロナ対策を軽視していることの表れだとして追及することにしていると、まあ、いうふうに、まあ、NHK の記事でも書いてあると、まあ、こういうことに、まあ、どんどん、あのー、野党は言っていかなあかんと思いますし、でまあ、これも、ね、野党が与党を批判するというのも、もこれ ある意味当たり前なわけで、だそれプラス何かっていうのが僕は必要なんちゃうかなと思うんですまね。まあ、あとはね、まあ、昨日はそういえばその横浜市長選でね横浜市長に新しく横浜市長になった山中武春さんがですね、まあ、カジノ、IR の誘致を撤回するということを横浜市議会で正式に表明したと、まあ、これも僕はすごく大きいと思うんですよねただでもタイミングがね。 あの昨日河野太郎さんが表明する前の、ね、午前中に言ったっていうのが、まあ、ちょっと弱いかなと、これをやっぱり、あのせっかく、ね、大差であの菅さんのお膝元で,です、ね、大差で山中さんが勝ったわけですから、まあ、これを野党はもっと大きく使わなあかんと思いますしね、いろいろやるようっていうのはあるんじゃないのかなっていうのは。 えー、僕は思うんですよねやっぱその総裁選を、えー、こうただこうなんかあのいつものパターンで批判して、なんとなく終わらせるんじゃなくて、いろんなねことを野党の野党共闘をさらに強くしましたとか、ですね、まあ、そういろんな、えー、情報戦っていうのが僕はこの,、えー、この総裁選の時期からですね、まあ、衆院選にかけて野党にとって僕は必要になってくるんじゃないのかなっていうのは。 思いますね、うんまあ、あと立憲民主党がね、まあ、低所得者層に対しての給付金え10万円の、えー、なんかそういうのをやると、うん、だこれもね僕は、まあ、あのい,やいいことだと思うんですけども、まあ、一律にした方がいいんちゃうのかなっていうね低所得者層ってなるとやっぱ層が限られてくると、えー、もらえない人も出てくるわけです。まあその辺の不満 っていうのをどういうふうに立憲民主党として考えているのかなというのも、えー、思うと、生活困窮者への10万円の給付金、事業者への持続化給付金の支給とか、まあ、そういうことを、えーまあ、政府にもなんか求めていくんですかね、うんまあだからまあそういうことも本当にいろいろやっていかなあかんと、まあ、消費税の減税とかもね。あのーえー いですか野党の共通政策としてです、ね、まあ、国民民主党以外でまあ合意したというのもありましたけども、まあ、こう野党がその辺がね、僕はやっぱうまく、あんまうまくないなっていうか、ちょっとなんか、あの従来の支持層というかね、従来、野党が頑張ってほしい、えー、人たちには、です、ね、そらく届くんですけども、そのメッセージっていうのはね。 ただ、その無党派層にメッセージ無党派層にまでメッセージが届くかっていうと、僕はなかなか、えー、そこはどうなのかなと、うん、届いていたとすれば、もっと政党支持率がです、ね、今の1桁じゃなくて、まあ衆院選間近なわけですから、もっと上がってもおかしくないかなと思うんですけども。まあ、その 野党の政党支持率だけ見ても、まあ、支持は増えてないわけですよね、もう一桁、立憲民主一桁で、まあ、共産党も一桁と。 ではなかなかその支持が増えてるとは言い難い状況っていうのはずっと、えー、続いてるわけですよね。ただ、無党派層はやっぱりその与党しあの全然評価してないと。コロナ対策に対しても全然評価してないっていうのがあって、まあそれで安倍さんも菅さんも辞めたっていうのがね、今ですから、で河野太郎さんにね、まあもしなったとしてもですね、そ,それはどうなんだと。まあ瞬間風速的にはですね、僕は6、 菅さんが、ね、支持率発足当時に60%、70%ってあったように、それはいく可能性はあると思うんですよね、だからそこに向けて、本当野党はですねほんま知恵を絞らないと、まあ、菅さんはねあっという間に支持落ちましたけども、も河野さんだったら、ですねはわ分かりませんよと、あの菅さんよりは話はねあのうまい方なわけで。うん ただ、いろんなね原発の評判、原発とかもね、安全な原発から再稼働するとか、脱原発言ってたらちゃうんかいなっていうね、河野太郎さんも本当にいろんな問題はあるわけですよね、ツイッターでブロックしまくったりとか、そういう問題もあると。派閥の中からでもですね、自民党の派閥の中でも、河野太郎さんやらすと、自分たちの、あ、のー 行うっていうのがですねまあ、権威っていうのが下がるんちゃうかと心配してる人たちもいるわけですね、まあ、それが安倍さんだったり麻生さんだったりすると、まあ、そういう中でね本当まあ、河野太郎さんがあの盤、ー、石かというとそうでもないっていうねことはあると思うんですけど、もねまあでもとにかく野党はねあの本当にここであのー、いつものパターンで批判して終わりみたいなやったら、やっぱ僕は。 あの次の衆院選厳しいっていうぐらいの危機感を持って、ほんまに本気でね、あのやっていかないとね、僕は本当にだめなんちゃうかなと思いましたねチャンネル登録よろしくね。